部屋無限大来たけど、ね、うん、あれ部屋どっか空いてないかな。あ、こっち無理。あ、無理っぽい。いや、あれこっち、あれでもこれさっきさ、終わったライブじゃん。あ、終わったね。うん、いけるかな。多分いけんじゃん。よいしょ。大塚明夫と大塚明夫じゃない？何してんの？2人いる。キャンプみたいなして。ハドソンガーみたいな。それ一体何が当たってんだよ。何してんだ劇場で。天気が悪かった。天気が悪くてテンションが低くなっていた。そうだ、女子みたいなこと言うなよ。すっごい低いな。盛り上がってる。お前は最近なんかいいことあったか。最近、そこまでいいことはないけど。そうだ、でもせっかくさ、久しぶりに会えたんだからさ。あ、そうだ。ちょっと二人の空き缶も久しぶりだ。ちょうど空き缶なんだ。空き缶しよう。空き缶に来てるんだから。そうだ、二人も空き缶がいるなんて。なかなか見られないことさ。キャンプにかかってないものといえば、あれだな。あれしかないな。用意しました。え？さすが、空き缶用意がいい。カロリーメイト。これしかない。カロリーメイト。完全にもう空き缶キャンプといえば。茂田みたいなやつに乗ってるけど。なんだあの台。肉じゃねえよ。これは普通のカロリーメイドじゃないな。バニラ味。バニラ味。これバニラ味が一緒なんですね。チーズかと思って。あえて言わせていただこう。肉。くかい。あきおに肉じゃないんだけど。カロリーメイド。やってたけど。やってたけど。おはようさん。何してんだよ。おじさん同士で。自分でやってるの。秋を。しょうがない。自分にいたずらしてるから。俺もじゃあ、失礼して。なお。これまいろ。こいつはうまそうだな。ただ、カロリーメイト。カロリーメイト。お肉。お前もやんのか。いいのかい？やり合う。食ってる、食ってるよ。僕遅いよ、遅いよ。食ってた、食ってた。遅いよ。食ってたよ。まずいよね。うまい。うまいだろうけど、違う。食えちゃってるから。左の空きをもう口ついてるやつ言ってたけどさ。あ、なんだこれ。そう、これうまい。このスピードよ。これやるんだよ。肉。食うがいい。早く引けよ。遅いよ。遅いよ。遅いんだよ。遅いてるよ。遅いな。何をイチャイチャしてるの、おじさん。完全的に失礼だけど。お前さんが持ってきたやつうまいな。いや、そうだろ。同じだって。盛り上がってるけど。ああ、そうだそうだ。多分開けよう。どうして開けよう。お前さん。6月11日はどんな予定がいても6月11日はそんな6月11日だ。今年で2日しかない休みのうちの1日だ。貴重な1日だ。休んでる。休んだ。俺はその日はオフだし。あ、オフか。あ、それならちょうどよかった。来たる6月11日、日本青年館つうとこでよ、ガーリーレコードチャンネルがライブやるんだ。俺のライブ。お前さん出る気はないか。ヤギレゴード。ああ、そうだ。よかったらお前さんに出てほしいと思ってる。お前の答えを聞かせてくれ。6月11日、いや、それだ。2日しかない休みだから、それはヤギレコードに会いに行きます。ああ、本当か。いけるよ。え、来てくれるのか。一度彼らに会ってみたいなと思っていたんだ。ああ、そうか。ぜひ行かしてくれ。え、いいのか。休みがなくなってしまうんだ。ああ、いらない。一日だけしかないから。ガーリーレコードのためなら休みなんかいらない。秋夫、行かせてくれ。お前もやっぱり本物の秋夫だ。
いやいやいや、誘ってくれたお前も本物だ。2日しかない貴重な休みを追加してくれたらお前が本物のアキオだ。何言っちゃいちゃい。じゃあ早速乾杯するぞよ。まだやる、まだやんのかよ。いいよ、もうまた食い合わすんだろ。いいよ、いいよ。いや、ちょっと出てくれるの。出てくれるってことじゃん。いつだね、今出てくれって。あきおさんが緊急参戦みたいです。これ見に来るしかないでしょ。これこんなの来るしかないって、6月11日、うん、待ってます。絶対来て、日本青年会来てくれ。